聖霊を授けられる力を買おうとする、シモン・マグス。シモン・マグスは、聖書に登場する人物である。伝承では、グノーシス主義の開祖とも言われるが、歴史的な事実とは無関係である。シモン・マゴスとも表記する。別名は、魔術師、シモン、サマリア人。新約聖書の使徒行伝第8章によると、シモンはサマリアの魔術師として多くの信者がいたが、使徒フィリッポによって洗礼を受けキリスト教に入信。ペテロとヨハネが宣教に訪れた時に、彼らの聖霊を授ける力を見てその力が欲しくなり、金で売ってほしいと持ちかけ叱責を受けた。それ以後、聖職売買のことをシモンの行為にちなんで、シモニアと呼ぶようになった。後に、マイナスの意味における象徴的な人物、すなわち使徒、ペテロの宿敵、あらゆる異端の創始者というシモン像へと発展した。エーレナイオスをはじめとする正統多数派の異端反駁論者は、この魔術師シモンを出発点とする系列を作り上げ、すべての異端をその中にはめ込もうとした。したがって、シモン・マグスがグノーシス主義の開祖だという伝承は、歴史的事実と無関係である。新約聖書外伝のペテロ行伝によると、自らの魔術によって空中を浮揚し、ペテロに対し挑んだが、ペテロが神に祈りを捧げると、たちまち墜落し落命したとされる。グノーシス講談社、2011万304、197ページ。グノーシス講談社、2011万304、5万197。アーサー・コッテル。世界神話辞典、柏書房、1993年、39から40ページより、引用。ありがとうございます。